違いがございます。おわしらの演武は大きな爆発音や激しい衝撃などございません。ありません。安心してみてください。さあそして引き続き携帯電話スマートフォンタブレットでの撮影頼みまするぞ。それでは参ろう。熱き時代を生き抜いてきた者たちがタリアの地によみがえり、本日このワールドサムライサミットにいざ出陣。カメラが出てきました。
この胸に輝くのが八分戦車海藩14代目藩主土井利信じゃ。徳川吉宗公に仕えし戦国最強です。海藩10代目藩主本田忠義や我の名は刈谷藩三代目藩主松平忠久。東平武将の鬼日向刈谷藩初代藩主水野勝成じゃ。徳川家康の祖父にして刈谷城築城主水野忠政じゃ。盛り上げ隊集結。我ら刈谷城盛り上げ隊参上。皆さん改めてこんにちはじゃ。時の経つのが早いもんでの我々に与えられた時間が限りあっての、ここでの我々と共にワールドサムライサミットをもっともっと盛り上げるために我々なりを勝ち時をあげるぞ。勝つは良いか。勝ち時だ。普段はえいえいおーとやるんだが、わしらの勝ち時はと違ったの。このわし水野勝つなりの名前、そして刈谷氏のゆるキャラ勝成くん、岡崎氏の水野勝成と一緒に大殿が戦にと申したら元気よく勝成と拳を叩かれるんじゃ。分かったもん手を下げい。よし全員分かった。あ、そうだけどよし、なかなかうまいの。ありがとうございます。うん、本日は岡崎の勝成も応援に来ておるということで、皆で皆で一緒に勝ち時を行うぞ。拳を上げい。上がっておらん者がおるぞ。よいかの、戦に勝つなり。戦に勝つなり。戦に勝つなり。ありがとうございます。元気いっぱいでございました。さあ
さて、皆様、もうすでに中央エリアの皆様ご移動をいただきまして、大変ご協力いただきありがとうございました。この後は小牧長久手の戦い合戦絵巻、この準備を